ビリー・シン、ウィリアム・エドワード、ビリー・シン、ウィリアム・エドワード・ビリー・シング、1886年から1943年5月19日は、オーストラリアの軍人、ゾ撃手。第一次世界大戦中のガリポリ戦線における、アンザック、アンザックのエーススナイパーとして知られ、西部戦線で活躍したカナダ陸軍のフランシス、ペガー・マガボーと共に並び称される。 第一次大戦功の狙撃手の一人、公式確認戦果として150名のオスマン帝国兵を射殺したことから、ガリポリの暗殺者、アサシン・オブ・ゴリパリーの異名を持つ、イギリス陸軍功労老城及びベルギー戦功十字章を受訓、最終階級は二等兵。百八十六年、クイーンズランド州クレアモントで、上海出身の中国系移民ンシンと、 英国ストラトフォード出身のインド系移民、メアリー・アンシン、旧姓、ピューの間に生まれる。幼少の頃より、家業の牧場を手伝いながら育つことで、馬の扱いと、外獣駆除を兼ねた狩猟に長じるようになった。特に、カンガルーハンターとしての狙撃の才能に優れており、クレアモント近郊にある、プロサーパインという町の射撃同好会、プロサーパインライフルクラブのメンバーとなって、 ライフルと散弾銃の扱いに習熟したという。これらの経験が後の大戦で大いに役立つこととなる。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると独立感もないオーストラリアは、急走四国であり軍事統帥権を所有していた英国に従って即座に参戦を表明したが、常備軍の戦力すら乏しかったことから新設の義勇軍としてオーストラリア帝国軍。 オーストラリア・インテリアル・フォース、略称 AIF、後に、第二次大戦に参加した者と区別するために、ファースト・オーストラリア・ンインペリアル・フォース、第一次オーストラリア帝国軍とも呼ばれるの創設を決定した。この AIF には真を含む数多くの若者が、参加を希望、入隊受付が滞るほどであったと言われるが、これは、その当時戦争は年内に終わるという楽観説が、 支配的だったこと、AIF の給与水準が世界最高レベルだったこと、徴兵されたイギリス軍兵士の約1.5倍などがその原因である。このため新たち AIF 兵たちは、シックスボブ、エデ d トリスツ、チ日クシリングの旅行者と呼ばれた。対戦勃発から2ヶ月後の1914年10月24日。 シンはオーストラリア帝国軍第5景気兵連隊に二等兵として配属された。この際、後にシンのスポッターを務めることとなるアイオン・アイドリースも同時期に入隊していたとされる。ブリスベンに招集されたシンは簡単な訓練を受けた。後、英国軍による本格的な訓練を受けるべくエジプトに向けて出港する。現地到着後の12月20日、シンは 第五景気兵連隊へ中隊に配属され、実戦に向けて訓練の日々を送ることとなった。ピラミッドを望む砂漠での訓練を重ねていた新たち、第五景気兵連隊は、1915年5月16日、ガリポリ上陸作戦、ダーダネルス作戦でのアンザック軍の損害増加に、対する補充としてついに、ダーダネルス橋、ガリポリ半島の戦場に投入された。 4月25日の作戦開始以来、非常な苦戦を強いられ続ける、英仏号新連合軍だったが、これは、臨時の志願兵がその大半を占めるという性質から、来る、訓練の不足や機敬等の欠如に加え、半島のオスマン帝国軍を指揮するムスタファケマルの、卓越した防御戦術によるところが大きかった。両軍ともに長距離重砲撃力が不足していたことも、手伝って、 ケマルの敷いた重心かつ接近した残豪戦、しかも陣地の大半が高地を占めていたは押し寄せる、連合軍の白兵突破をことごとく跳ね返し、戦況は帝国軍の思惑通り海岸線付近での膠着状態に陥ってた。しかし、残豪戦によるこの膠着状態こそが、新東アンザック軍とオスマン帝国軍双方の狙撃手たちの能力を、 最大限発揮できる格好の舞台となる。上陸した連合軍は残合戦で足止めされ弱兵とか論じていたはずのベドウィン英国軍がトルコ兵につけた別将の射撃にさらされて多大な損害を受けていた。トルコ人スナイパーたちの狙撃銃の大半はドイツ軍から供給されたスコープ未装備の具十八 a 等だったとされるが彼らは貧弱な装備を いての技量と高知のり、そして強靭な意志で補い、経験不足な連合軍の兵士が、残壕から無防備に姿を晒す瞬間を見逃さず、その正確かつ、無慈悲な射撃で、次々に仕留めたのである。対する連合軍首脳部も、自軍兵士に、相次ぐ死傷者のうちに、東部総省の占める、割合の高さに着目して、優秀な敵狙撃兵の存在に気づき、これに対抗すべく、 アンザック軍はシンをはじめとしたベテランのハターたちを臨時の狙撃兵として前線各所に配置した。これによりスターリングラード攻防戦と並ぶ史上屈指の狙撃手の天国がガリポリ半島の残豪戦を舞台に誕生したのである。チャタム中屯地付近の攻撃陣地に派遣されたシンはアイオン、ジャック・アイドリースと勇者トムシーファンという観測手。 無論彼ら自身も優れた狙撃手であったオパートナーに一躍その有名をダーダネルス海峡にとどろかせ始めた。死んだ狩猟経験者にとって獲物が姿を見せるまでひたすら身を潜めて待ち、一瞬の好期を逃さずに一撃で仕留めるという対抗狙撃戦発射に狩りそのものであったという。生来のハンターであったシンは支給された。303口径のショートマガジンリーエンフィールド エセメリーナンバー一魔界を手に、その狙撃技術を駆使して、一日に九名もの帝国兵を射殺するなど次々に戦果を上げ、芝叩く間にガリポリの暗殺者の異名をいただくアンザックのエーススナイパーの座に上り詰めることとなった。真の狙撃を恐れたオスマン帝国軍は、自軍の狙撃兵の中でも、特に撃げきの男たちを、チャタム駐屯地付近に派遣して真に対抗した。 まず最初の対決は8月、シンとシーハイが狙撃用陣地において狙撃に遭い、二人とも負傷して戦線を一時離脱することで帝国軍が先手を取った。このトルコ人狙撃手の名前や来歴は伝わっていないが、その腕前は正確で、彼の発射した銃弾はシーハンの構えていた即居用双眼鏡のレンズを貫通してその破片でシーハンの両手を傷つけ、 その瞬間に運よく双眼鏡を目から外していたシーハンの口から入って甲を打ち抜き、威力を減じながらもそのままシンの右肩に当たって二人を負傷させた。これによりシーハンは戦場を離れて帰国することとなり、シン自身も約一週間の治療を余儀なくされた。傷を癒して戦場に復帰したシンは、狙撃を再開、再び多くのオスマン帝国兵を射殺したが、 これによって新たな凄腕のトルコ人狙撃手がチャタム中東地付近の戦場に送り込まれた。後に捕虜となったトルコ兵の証言や移留された日記の翻訳等からその存在が明らかとなるオスマン帝国軍最高と謳われたスナイパー、かしこまるべきアブデュル、アブデュルザテリブルである。 その狙撃の技量を称え、時のスルタンから勲章を与えられたほどの狙撃手であったアブディールは、シンタ第一陣を倒すべく、まず法医学的なアプローチから真を追い始めた。帝国軍の死傷者のうち、真による狙撃と思われるもののデータを収集し、その瞬間の証言を集め、可能な限り正確にその状況を再現することで、ついには真の射撃位置を特定することに成功しのである。 シンは、その狙撃の腕前から来るかシンゆえか、狙撃位置を変えないという致命的なミスを犯していた。それは、チャタム中トン地の外れにある、丘陵地帯の一角にある小高い丘の上に、掘られた激用陣地であった。アブデュールは野員に紛れてその丘を見渡せる位置に、狙撃用残豪を作り、ひたすらシンが姿を現すのを待ち続けた。その陣地には、 他のアンザック狙撃兵が現れることもあったが、アブデュルはそれらすべてを無視して真のみを追い求めたという。そして対決の日は訪れた。ある朝、真は新たな観測手を伴って、いつもの狙撃陣地に赴き、射撃の準備を始めた。この時真にとって幸運だったのは、観測手が真の獲物を求めて、双眼鏡を覗き始めて、すぐに、 敵の狙撃手の姿気づいたことであった。その狙撃手こそがすなわち、かしこまるべきアブデュールだったのである。報告を受けたシーンはすぐさま射撃体制に入ると、素早く、しかし慎重に、エセメリーの狙いを定めて一段を放った。その弾丸は、待ちに待った獲物であるシーンを狙撃しようと、まさにその時、狙撃銃を構えた、アブデュールの未見に命中していたという。この戦いは後に、 オーストラリアの作家ブライアンテートによって、ブリスベン・クーリア・メール氏に発表され、真は第一次大戦における伝説の一つとなった。アブディルを倒した後の帝国軍の真への対抗策は、新たな狙撃手の派遣ではなくなった。帝国軍は真の狙撃を確認すると、そこに向けて、銃砲撃を即座に要請したのである。最初の砲撃は、真の潜む陣地の資金に着弾し、 シンと観測手が大急ぎで避難して、数秒後、人知は示談を受けて後形もなく粉砕されたという。シンはその後も狙撃を続け、1915年10月23日には、ウィリアム・バードウッド将軍から、個人感情を送られたが、この際一つの逸話が残されている。この表彰の際のシンの狙撃数は公式記録では150名とされているが、実際にシンを表彰した。 バードウッド将軍が認めたスコアは201名となっていたのである。あまりにも多くの敵兵を射殺した真のスコアに疑心暗鬼だった軍首脳部は真の戦火確認を舞台付け軍曹か士官以上の者が確認した場合に限るとしたのである。しかしこれはあまりにも現実離れした方法であり、現実的には多くの場合で近くで戦っていた。 一般兵士たちの戦火確認しか取れなかったため、この時期の真のスコアは大幅に割り引かれて記録れることとなっていた。真の同僚たちからも、この処置にはかなりの非難が送られたため、首脳部はやむを得ず戦火確認の限定を排除した上での接中案として、公式記録150名、ただし201名射殺として、表彰という奇妙な処置を取ったのだと言われている。 無論この201名という数値も相当割引かれた数値であることはほぼ間違いなく、実際の戦果としてはおよそ250名前後のトルコ兵を射殺しているのではないかと考えられる。12月、連合軍司令部はガリポリ半島からの撤退を開始したため、新たちアンザック軍も約1万1000人の死者と2万5000人の負傷者という損害を残し、 エジプトで部隊の再編成と再訓練を行うべく、ダーネルス海峡を後にした。明けて1916年1月、シンはエジプトでガリポリ戦線の先行を称えられ、連合軍指揮官であったヤン・ハミルトン卿から、白洋艦島賞メンシャンド・インディス・パチャスを贈られている。さらに、同年3月10日には、ビクトリア十字勲章に次ぐ英国第2位の勲章である。 イギリス陸軍功労賞を受賞した。エジプトでの訓練の後、6月にイギリス本土に向けて出発した、新党第5軽機兵連隊は、8月にオーストラリア軍第31不評大隊に編入され、西部戦線の主戦場たるフランスとベルギーで、ドイツ軍を手に戦闘を繰り広げることとなった。しかしガリポリでの負傷が再発していたシーンは、 フランスに到着後、約19ヶ月もの間戦線離脱を余儀なくされる。この療養期、シンは旅行先のスコットランドで海軍のコックの娘でウェイトレスを務めていたエリザベス・スチュアートという21歳の女性と出会う。翌1917年6月、二人はエディンバラで結婚式を挙げた。人生の伴侶を得た幸せに浸る間もなく、シンは戦線に復帰することとなった。 すでに戦闘は消火器による不評突撃よりも銃砲の打ち合いがその主役となりつつあったが、シンはその流れの中でも小隊長として部隊を率いて多くの戦闘に参加し、主に対抗狙撃戦でその技量を発揮して活躍したという。特に九百十七年九月、第三次イープル海戦、パッシェンデールの戦い中のにおいて、深い森の中での待ち伏せで、公州軍に、 多大な被害を与えていた独軍スナイパーを排除すべく、対抗狙撃戦の指揮を取った、際の活躍は特筆すべきもので、これによりシンは翌年初頭に、ベルギー戦闘十字章を受訓している。その後もいくつかの戦闘で活躍したシンは、1918年7月、本国へ戻る、輸送船の護衛潜水艦の乗組員として、欧州を離れ、故郷オーストラリアへと帰還することとなった。 クレアモントを旅立ってから約4年間のシンの軍歴は、ここに終わりを迎えた。エリザベスを伴って、プロサーパインに戻ったシンは、名士として、盛大な歓迎で迎えられた。それは、駅から町役場まで、マーチングバンドを引き連れた大パレードだったという。しかしそのわずか数年後、田舎暮らしに耐えきれなくなったエリザベスはシンを残して、姿を消し、シンの人生に、 陰りが見え始める戦時中の蓄えも乏しくなったシンは、職を求めて、ミクレア近郊のコ区に今日移し、過酷な肉体労働にその日々を費やすこととなった。戦中の古傷もあってか、この近郊での労働は、シンの体を徐々に蝕み、満足に働くことができなくなったシンは貧困に急し、暮らしよいと思われたブリスベンに移り住む。しかし、 ここでも真に与えられた職は、肉体労働がほとんどで、近郊時代に仲間だった、ジョーテーラーの助けを借りながら、細々と暮らしていたものの、1943年5月19日、ブリスベン市内ウェストエンド、モンタ牛通り304号の板吹きの粗末な小屋で、貧困にまみれたまま、大動脈流破裂により57歳でこの世を去った。見とる者は誰一人としてない、孤独な死だったという。 その死後に残っていたものは、わずか6ポンド10シリングと8ペンスの現金。そしてかつては、英雄と呼ばれた、狙撃手の終わりの住処となった粗末な小屋のみであった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。